その後は夕方連絡取ったけど携帯繋がんないし行き先に心当たりは男のとことかこいつか誰知ってるもう何日も連絡取れないんだ友達ならちょっとは真面目に考えて友達友達だったっけさあもう別に普通じゃないそんないちいち親に連絡とかしないから君らとは違う誰があの佳菜子のこと本当に知ってます